香が地域の地図にし、かが中央、石本家香がは、大阪府河内長野市内の一地域。河内長野市の南部に位置し、河内長野市の前身である南川地、南河内郡、香が村の地域である。本校では、香がた、唐倉に、石本家、北青葉台、南青葉台、大谷線北町、大谷線中町、大谷線南町、大谷線西町、 南が丘について記述する。1980年代の香形地区河内長野市の南部に位置する。全体的に山沿いの地域で、南端には五つ知や府県郷の根古峰を有し、近辺には一徳坊山や岩脇山がある。当地域の真ん中を縦断するように、香形川が流れ、東端を奄見川が流れている。また、香形川に沿うように、府道221号。 加がた片添え線がある。町村制施行以前の加が村にあたり、北から貸しを、車柵神治む、中の組、上の組、中屋で構成されている。加が地区の中心地として、加が川沿いに村落を形成していたが、現在は周辺に多くの新興住宅地を有している。かつては、青葉台や大屋船などの地区も含まれていたが、現在では、 宅地開発の行われていない地区のみを指す。読みは、唐九谷。町村製志港以前の唐九谷村にあたる。宅地開発は行われおらず、古くからの集落のみ存在する。読みは、石仏。町村製志港以前の石仏村にあたる。北から新町、石仏で構成される。1915年には、現在の南海電鉄が開通しているが、 1957年に、香形信号所が開設されるのみであった。現在は、更新の三河の大駅が1983年に開業し、当地区の最寄り駅となっている。新興住宅地南海三河の大は、開発前、当地区も一部含まれていた。南部にある山には、中世の石仏城跡があるが、1697年の石仏大火で記録が消失しており、 詳細はわかっていない。北青葉台は1968年から翌年にかけて青葉台ニュータウンとして、南青葉台は1969年から1972年にかけて青葉台ハイツとして、共に大東高山が開発した小規模ニュータウン。住居表示は1973年2月1日に制定された。都市公園としては北。 青葉台第一から八緑地、南青葉台第一から五公園がある。読みは、大矢船北町、大中町、南町、大西町。1970年から1974年にかけて伊東ピア長野として伊東中不動産によって開発された小規模ニュータウン。名称の由来は、宅地開発前、この地区が大矢船と呼ばれていたことによる。 住居表示は1986年11月1日に制定された。都市公園としては、大矢船第一から十二公園がある。1970年から1975年にかけて、日清長野南として、日清不動産によって開発された、小規模ニュータウン。住居表示は1987年11月5日に制定された。都市公園には、 南が下第一から5公園がある。一般国道371号バイパス、大阪府、加賀村に関するカテゴリー。ありがとうございます。